アイテム番号。SCP-664JP。オブジェクトクラス。政府、特別収容プロトコル。SCP-664JP は物理的移動が不可能なため、SCP-664JP が所在する建物への一般人の立ち入りをカバーストーリー、倒壊の恐れ、の適用のもと。財団フロント企業である時は建設株式会社による工事を装い、常に建物を仮設防音収容設備で覆って収容してください。また、SCP-664JP への接触を試みる人物には、クラス A 記憶処理を実行し身辺調査実行後、SCP-664JP から 5km 以上離れた地点で解放してください。仮設防音収容設備には最低3名の作業員に扮した財団職員による警備を行ってください。SCP-664JP を用いた実験はサイト管理者の許可を取り、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名以上による監視の下で行ってください。説明。SCP-664JP は、県、市の、山々中に所在する、1900年に違法に建造されたと推測されるビルの一室です。室内の天井の中央付近には3色点灯式警報ランプ、SCP-664JP-1 と指定、が、入り口ドア付近には 30cm×15cm 四方のガラス製の操作パネル、SCP-664JP-2 と指定が設置されていること以外には外見的な異常性は認められません。その他、室内にはセキュリティ関係の書物の置かれた本棚、PC1 テーブル、寝具などが確認されました。SCP-664JP-1 は一般的な、社の製品と類似した形状ですが、社の製品であることを示す社名ロゴや型番などは確認されませんでした。SCP-664JP-2 は10桁の数字キー、実行キーと複数の操作ボタンで構成されています。SCP-664JP-2 への操作は8桁のパスワードと指紋による認証で保護されており、所有者以外の人間による操作は受け付けないようになっています。当該パスワードは現在解析作業中です。当初、SCP-664JP-1 及び SCP-664JP-2 は、SCP-664JP へと供給されている家庭用電源を介して稼働していると推定されていましたが、SCP-664JP の発見時には電力会社からの電源供給が停止されていたにもかかわらず稼働が確認されたため、現在の技術では解明できない未知のエネルギーで稼働していると推測されています。SCP-664JP に設置された SCP-664JP-1 SCP-664JP-2 及び室内の家具などの物品は、いかなる方法を用いても室外へ持ち出すことができず。持ち出そうとした物品はドア及び窓に存在していると推測される不可視の壁により阻まれます。SCP-664JP の維持要請は大きく3段階に分けられ、一定時間以内に SCP-664JP から退出することで SCP-664JP の維持要請による重大な死亡事故を防ぐことができます。SCP-664JP の大まかな異常性の変化は次の通りです。第1段階、SCP-664JP へ入室したもの、被験者と指定に対し、3、5分以上室内に留まっていた場合に異常性が発現されます。また、SCP-664JP-2 のコンソール画面に、侵入者確認、すぐに退出してください、という馬のメッセージが表示され、被験者はこの段階より SCP-664JP-1 に対し軽度の恐怖感を訴えるようになります。この警報アラームのデシベル数値は第1段階時の警報アラームとほぼ同じ数値を計測していますが、被験者は、第1段階の時よりも音が大きい、と説明しています。SCP-664JP-2 の表示にも変化が見られ、5分以内に退出をしてください、という文章が画面に表示され、被験者は SCP-664JP-1 に対しての恐怖感が強くなります。第3段階。第2段階発言後さらに3、5分が経過すると、SCP-664JP-1 の点灯ランプが木から赤へと移行し、デシベルを超える音量で山口県、市に所在する、データ削除済み、ダムの放水サイレン音にも似た警報アラームが室内に鳴り響きます。それと同時に SCP-664JP-2 のコンソール画面には、排除機構作動、という表示が点滅し、室内の壁と天井の接合部に出現する8cm程度の隙間から、
一般的に赤黒い血液と表現される色をした特殊な液体、SCP-664-JP-3 と指定、が注入されます。この液体の特筆すべき特性として、SCP-664-JP 内に存在するすべての物品に対しての形質の変化をもたらすことはなく、SCP-664-JP に発見当時から室内に置かれている物品以外のすべてを破壊する能力があるということが確認されています。SCP-664-JP 内に第3段階発現を超えても被験者が在室していた場合、不可視の壁により被験者の体質が阻まれます。また、被験者は SCP-664-JP-3 に触れることを強く拒絶するようになります。SCP-664-JP-3 は毎秒、リットルの速度で注入され、およそ30秒で室内に完全に満たされます。被験者は注入される液体による水圧が原因での圧死、あるいは水没による窒息死などに至ります。室内が SCP-664-JP-3 により完全に満たされた後も SCP-664-JP-3 は継続して注入され続け、その結果被験者の遺体は1.45程度まで圧縮されます。完全な圧縮が確認された場合、維持陽性は非活性化し、SCP-664-JP-3 は注水にかかった時間とほぼ同じ時間をかけて消失し、通常状態へと戻ります。SCP-664-JP-3 がどこから SCP-664-JP へと運ばれているか、SCP-664-JP-3 がどこへ排出されているかなどは不明です。また、第3段階以降のタイミングまでに被験者が SCP-664-JP から退出した場合、その時点で SCP-664-JP の維持陽性は非活性化します。ホイ 664-JP-1 SCP-664-JP に対する、回の実験により、使用した D クラス職員のほとんどが一律に SCP-664-JP-1 に対する強い恐怖感を訴えました。当初、SCP-664-JP-1 から発せられる警報アラームとランプの点滅による心理的効果によるものと考えられていましたが、D クラス職員への複数回のインタビューによる調査の結果、SCP-664-JP-1 には被験者に対し認知的な異常を発露させる効果が存在していると思われます。ホイ 664-JP-2 2000時16年現在まで SCP-664-JP の維持陽性発現下における SCP-664-JP-3 を取り出す試みは全て失敗しています。SCP-664-JP-3 による被験者の圧縮は圧力のバランスを緻密に計算していると思われ、圧縮された遺体は臓器の破裂や内容物の噴出等の大きな損壊は確認されませんでした。より詳細な実験結果は実験記録 664-JP を参照してください。実験記録 664-JP-1 日付2000年月日対象 D-20232 実施方法映像を常時外部へ送信し続ける観測用のカメラとマイクを装備させ、維持陽性が発現するまで室内に留まらせる。結果、観測用カメラとマイクからの通信は維持陽性が第3段階に移行した時点で途切れ、水圧により D-20232 は死亡、圧縮され、機器は SCP-664-JP-3 により破壊される。分析、どうやらもともと部屋にあるものじゃない物品は圧縮されてしまうみたいですね。博士、実験記録 664-JP-2 日付2000年月日対象全長 50cm の大きさの探査ロボット実施方法非記録状態の探査ロボットを維持陽性が発現するまで室内に泊まらせる結果 SCP-664-JP の維持陽性の発現は確認されず SCP-664-JP-2 のコンソール画面にも変化は認められなかった分析機械などの無機物は認識されないのでしょうか博士。実験記録 664-JP-3 日付2000年月日。対象、全長 50cm の大きさの探査ロボット。実施方法、常時記録状態の探査ロボットを維持陽性が発現するまで室内に留まらせる。結果、SCP-664-JP の維持陽性の発現を確認。探査ロボットは問題なく破壊された。分析、無機物でも記録状態だと圧縮されるようです。博士。実験記録 664-JP-4 日付2000年月日。対象 D-20233
実施方法。窓とドアを開放した状態で異常要請が発現するまで室内に留まらせる。結果、室内に満たされた液体は窓やドアから溢れ出すことなく D20233 は溺死し、圧縮される。分析。内部の物品を持ち出せないように、液体も外部には溢れないわけですか。博士。実験記録 664JP5、日付2000年、月、日。対象。D20234。実施方法。SCP-664JP-1 を認識できないよう防音性の高い不透明のカバーをかぶせ、観測用カメラとマイクを装備さ正常性が第2段階が発現するまで室内に留まらせる。結果、SCP-664JP-1 を認識できないにもかかわらず、SCP-664JP-1 を強く拒絶。実験後、D20234 は、あそこ、SCP-664JP-1 が設置されている場所、に目を向けちゃいけないような気がする、と説明をする。分析。見える見えないに関わらず、SCP-664JP-1 がそこに設置されてあるというだけで認知的な異常を起こすようですね。博士。実験記録 664JP-6、日付2000年、月、日。対象。D20234 実施方法ドアを開放状態にし、その付近に D20234 を配置した状態で異常要請が発現するまで室内に止まらせる。第3段階まで発現した瞬間に D20234 を退出させる。結果、ドアに存在している不可視の壁の影響により D20234 は脱出できず、満たされた液体により溺死、圧縮される。分析、ギリギリでの退出はダメみたいですね。侵入者の証拠を残すためでしょうか。博士。実験記録 664JP-7、日付2000年、月、日。対象。健康なチンパンジー。実施方法。1m×1m×1m の合金製のケージに閉じ込めたチンパンジーを異常要請が発現するまで室内に留まらせる。結果、SCP-664JP の異常要請の発現は確認されず、SCP-664JP-2 のコンソール画面にも変化は認められなかった。分析。人間以外の動物は認識しないようですね。博士。実験記録 664JP-8、日付2000年、月、日。対象。全長 50cm の大きさの探査ロボット。実施方法。常時記録状態の探査ロボットを投入し、異常要請が発現するまで室内に留まらせる。外部から吸引ホースを使い SCP-664JP-3 の回収を行う。結果、SCP-664JP の異常要請は発現し問題なく探査ロボットは破壊されたが、SCP-664JP-3 はドアに存在する不可視の壁により吸引できなかった。分析、内部のものは不可視の壁をどうやっても通り抜けられない、と。博士。実験記録 664JP-1 にて記録された映像。報告書としてまとめるため、映像の内容は沖崎研究助手により文章として書き起こされました。実際に記録された映像はサイト81の南統治課会の実験記録資料庫に保管されています。当該映像を参照する場合は必ずセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名からの許可を取ってください。記録開始2000年月日。から、11まで D20232 の移動する映像。12D20232。ああ、言われた通り部屋の真ん中まで入ったよ。なんか変な警報器みたいなのがぶら下がってんな。25、博士。はい、確認しました。では、その地点で何かあるまで待機していてください。3、19まで待機状態。SCP-664JP の異常要請が発現。3、21D20232。うわ、なんだなんだ、動揺したのか映像が上下左右にブレる。俺は何も触ってないぞ。3、26、博士。落ち着いてください、D20232。それは正常な動作です。3、29D20232。なんだ、そうか。ため息音。つうか、この警報器なんか怖いんだけど。なんなんだこれは？ 3、34、博士。それが何なのかはお伝えできませんが、何かあったらその都度教えてください。そして現状報告も忘れずに。3、
41D-20232。そうだな。映像が室内全体を映し出す、警報器がブーブーうるさかったことと青のランプがチカチカしてること以外には特に何かあるわけじゃ。映像が SCP-664JP-2 に向けられる。ああ。侵入者確認、すぐに退出してください。って何か画面に映ってるわ。4、2、博士。わかりました。では D-20232 はその場で待機してください。4、5D-20232。はいはい、わかったよ。でもこれ警報器の真下にいるとゾワゾワするくらい怖いんだけど。8、20まで待機状態。維持要請が第2段階へ変化。8、22D-20232。うわぁ。大声を出しながら SCP-664JP-1 から離れる。もうマジで何なんだよ。怖すぎだろこれ。しかもさっきより音でけえし。8、27、博士。繰り返しますが正常な動作です。元の位置に戻ってください。8、31D-20232。嫌だね、あの警報器。なんか見てるだけで死体に睨まれてるような怖さがあるんだよ。そんなところに戻れるわけがない。8、44、博士。死体に睨まれている？ 2 秒沈黙、そうですか。では画面には何と表示されていますか？ 8、52D-20232。が、画面そりゃお前、さっさと出ろって出てるよ。頼むからここから出してくれ。8、59、博士。画面に何と非表示されているかどうかだけ教えてください。9、4D-20232。いちいち詰めてえな。映像が SCP-664JP-2 へと向けられる。ほらよ。5分以内に退出をしてください。って書いてんだろ？もう出ていいよな。さっきからあの警報器が怖くってしょうがねえんだって。9、14、博士。わかりました。では元の位置へ戻らなくていいので、そこで待機していてください。9、18D-20232。もうちょっと人使いを良くしてくれ。13、19まで待機状態。維持要請が第3段階へ変化。13、21D-20232。うわぁ。映像が揺れ動く。血が大量に、ぐわ。激しいノイズと大きなアラーム音。13、34、博士。D-20232どうしましたか？応答してください。D-20232。通信切断。13、42、博士。D-20232 の生存状態を確認できず。記録を終了します。記録終了。13、44。ホイ 664JP-3。SCP-664JP は、20年月日より、県、市の、山形面を音源とする複数回のサイレン音の情報を入手し、現場を調査していたエージェントによってその存在が確認されました。建物内には人影は確認されず、発見時にはすでに放棄されたものと思われます。建物内へ侵入したエージェントは SCP-664JP の維持要請が発言するまで室内に留まることはありませんでしたが、その後建物の調査のために現場へ急行した財団職員により以下の文書と3センチメートル大の男性の遺体が発見されました。東平重工セキュリティ製品開発室第8次製品試験記録報告書担当者な。クライアントの要望自体は比較的簡単で製品もうまく機能するものが短期間でできたが、施工する上ではやはり部屋そのものを改良する以外になさそうだ。それに誤認識バグもまだ改善されない。特に管理者権限のある者を侵入者と誤認するバグや、侵入者を全く認識しないバグなど、致命的な欠陥が多数見受けられた。セキュリティ製品であるにもかかわらず、侵入者を認識しないというのはクライアントを失望させかねないだろう。システム構築チームは至急修正をするように。また、サイレン音、可動音ともに音があまりにも大きく、クライアントの希望する設置場所によっては近隣の人間からの苦情も免れないのではないか、と思う。もう少し音量を絞っておいた方が良いかもしれない。注意。この建物自体を財団が捕捉している可能性あり、製品の在庫だけ予備施設へ移動させてスト品は放棄する。記録日、2000年月日。発見された遺体は SCP-664JP による圧縮により死亡したと思われます。男性の身元及び戸籍情報等も調査中ですが、2016年5月現在に至るまで有力な情報は得られていません。